こんにちは、クリッカーツッキーです。いよいよ新型メルセデスベンツ A クラスが日本に上陸します。2018年2月にオランダのアルステルダムで世界初公開され、現行型よりもさらにスポーティーになったスタイル、質感を高めた内装もメルセデスの最新世代にスイッチされています。現時点では日本導入は不明ですが、セダンも新たに設定されています。もし日本で発売されれば、アウディ A3 セダンなどにとっては脅威になりそうです。加えて2019年に初公開という時期型の噂も出ている新型フォルクスワーゲンゴルフとの C セグメント派遣争いも気になるところ。さて、2018年9月28日、メルセデス・ベンツ日本は新型 A クラスの来月2018年10月の発表に先駆けて、その魅力を訴求する広告キャンペーンを同日より開始すると発表しました。同キャンペーンは対話型インフォテインメントシステム MBUX メルセデス・ベンツユーザーエクスペリエンスを同ブランドとして初めて搭載する新型 A クラスの魅力を訴求するものとしています。新型 A クラスの話すという特徴を分かりやすく表現し、親しみを覚えてもらうべく、日本を代表する声優を起用した CM が3編制作され、9月28日からオンエアされています。加えて、特設ティザーサイトや LINE 公式アカウントの開設も通じて、新型 A クラスの魅力を広く届けたいとしています。メルセデス・ベンツのユーザー層は、高級ブランドということもあって、車種によりもちろん差はあるものの、高めの年齢層が中心となっているそう。それでも積極的なブランド戦略により若い層からの支持も増えていて、新型 A クラスは若年層に強く訴求する期待のモデルになるのは間違いありません。